それでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。この戦い楽しみにしていたぞ。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。諸君、健闘を祈る。さあ壁まで追い込みました。ここからが大事だな。制圧、画面端の揺さぶりがうまく機能しています。このまま行くか。弾で反応を見ているか。見事なパーフェクト、完全に噛み合っていました。ああ決まったね。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。まずは前飛びから攻めていきます。前に出る。さあ近距離での攻め合いが続いていますが、うまく投げていきました。いいぞ、その調子だ。ここはキャノンスパイク。プレイヤー1、壁のプレッシャーをうまく使っていきたい。さあここからだ。プレイヤー1、これはジャストバディ、反撃となるか。壁際の攻防が激しいぞ。壁際の奪い合いとなるか。前ジャンプ。おっとここでパリ読み切っていました。うまく投げていきました。見事な投げだね。壁際逃げ場がありません。もっと上がって。 KO。 良い決着だった。これで次が最終ラウンド。勝利を手にするのはどちらだ。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。飛びはバレていたか。見事だ。この序盤主導権を取るのはどちらか。気持ちでぶつかって、ここで投げに行った。素晴らしい投げだ。いいぞ、投げる。綺麗に投げていったね。 SA ゲージは溜まっています。一撃で持っていかれる状況。レジュン王が勝負を分けるか。投げ抜け成功。ラッシュしてうまく投げを通した。素晴らしい投げだ。どうなる。さあお互いインファイトを好んでいます。ジャンプは通さず。いいぞ、その調子だ。上からきっちり飛びは落としました。見事だ。体力差はドライブラッシュ、バーンアウトした。ここまでなのか。見事決めた。ここ一番の魂を乗せた一撃でした。最高の選択でした。プレイヤー2、フルラウンドの大接戦、際どい勝負を。それでは参りましょう。この対決勝つのはどちらか。いよいよ試合開始です。我が輩を楽しませてくれ。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。諸君、健闘を祈る。さあチャージしつつ攻めの起点を作ります。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきそうですか。どうだろう。壁からは逃さず対応を迫り続けています。良い状況ではあるね。プレイヤー2、ここで勝負を決めました。勝負あったね。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。さあこのラウンドはどうなるか。駆け引きが分かってきたところかな。投げでガードを崩す。いやすごいな。さあ画面端を入れ替えて。プレイヤー1、 SA ゲージは有利だが、次はどう出る。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要になる。さあここからだ。さあここからフィニッシュまで。お見事、やるではないか。今のラウンドで実力差が出てきたか。ここからどう覆していくか注目ですね。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。さあ最終ラウンド、両者全てを出し切ることができるか。いやこれは頑張ってほしい。飛びは落とした。やっぱりやるではないか。攻めのドライブラッシュ、ここでバーンアウトしました。まだ諦めるな、いい感じだ。うまく投げを通した。やっぱりやるではないか。さあ画面端どう攻めるか。もっと我が輩を満足させてみろ。バーンアウトした。ここまでなのか。それは熱いぞ。最後までわかる。 KO。 良いとどめだ。緊張感がある、見応えのある試合でしたね。2人とも
さあこの対決どちらが勝つか勝負の一戦が今始まります。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。非常に興味深い試合見届けさせてもらうぞ。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だな。トビをガードして受け止めて返していく。おっと、さあ今度はしっかり決めてダメージはしっかり取りつつ、ここからどうする。中段が入る。さあ中段当てて、プレイヤーここでバーンアウト。さあここは SA を使って勝負に出る。いやすごいな。ここで KO、 ピンチをチャンスに変えて逆転まで持っていきました。よく踏ん張った、粘り勝ちだな。ラウンド2ファイト。まずは距離を取るバックステップ。おっとタイミングバッチリ、ジャストパリーを決めていきます。前、画面端に追い詰めます。大事な局面。さあもっとやり合うのだ。プレイヤーは SA には余裕がある。スーパーアースを使います。ほう、そうきたか。さあ序盤から SA を使っていく。早めにゲージを使って動かす三段化。投げでガードを崩す。良い投げ。ターゲットフラッシュして、素晴らしいコンボ選択で KO。 ゲージ状況をしっかり把握していました。良い決着だった。終わりですか。さあ1本返してマッチポイント。両者互角の勝負だ。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。さあトリクラフ置いている。立ち上がりの展開どう作っていくか。これは危険な香りがするな。襲いかかる。前ラッシュで前に出る。一気に前を詰める。相手のリズムを乱すか。前、投げが決まった。素晴らしい投げだ。プレイヤー2、この画面端、さあどう。ここで SA を使っていった。これはドロップか。押し切れるかどうか。これは倒しきれなかったか。何、勝負あり KO になりました。見事、あっという間の一戦でした。今の戦い、それでは勝負の一戦いってみましょう。今回生贄となるのはどちらだ。さあファーストラウンド始まり。これはジャストで受け止めていました。コマンド投げ読み勝っていきます。ターゲットコンボを決めていきます。投げていく。さあドライブラッシュ、大きくゲージを使う。このドライブラッシュ使うタイミングの見極めに腕前が出そうです。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。もうちょっと、この距離うまくプレッシャーをかけつつも体力差はついています。試合はこの KO 決まりました。良い決着だった。さあこのラウンドはいかがでしたか。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。飛びはジャストでしっかり捉えています。両者序盤の主導権を握りたいか。いやーこのラウンドはどうなるんだ。ロンポワン、いやどうだ。上から、おっとこの飛びにはジャストで対応。わっか、さあどうだ。これはコマンド投げ抜けられません。さあどうだ。この体力状況から巻き返すのは厳しいか。きっかけを作りたいところでしょうか。危ないぞ、気をつけろ。ダンベルセヒット。しっかり倒しきれるコンボ選択、お見事。やるではないか。ワンサイドにも見えた試合展開、これはどうでしょうか。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。さあこれが最終決戦ファイナルラウンド。一進一退、すごく良い試合をしている。ドライブラッシュ、横で SA 選択。何、新昇竜拳が決まった。気迫のこもった魂の一撃。どうした、待て。ここからが重要です。ドライブラッシュで勝負。血がたぎってきたぞ。
ここは出方を伺うか。体力はここで投げに行った。綺麗に投げていったね。バーンアウトした。ここは S 初の決めた。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー2大接戦の末